細かいドリブルからファーに上がった、白石追いついた、折り返した、ヘディングシュート、まだ決まんない、打てない、打った、白石1対0アスルクラボ、ようやく先制しました。白石今シーズン2点目、そして J リーグ2点目となりました。やはり最後太田染谷というところから、この染谷のクロスなんですけれども、ファンの中でよく折り返した、そしてもう一度ボールがこぼれてきたところに白石、